ズグロシルスイキツツキは、キツツキカシルスイキツツキ族に分類される鳥類。主にポンネロオサマツベイマツ、およびグランディスモミなどからなる新葉樹のソリン体に生息する。ミヤマパルサムニシカラマツなども、生息地選択の上で重要な要素となっているものと見られている。一部あたりを行い、北米西部、北はカナダブリティシコロンビア州から、 南はメキシコ北部までで繁殖を行う。渡りをしない個体もあるが、渡りをするものは小さな群れを形成し、中央メキシコの南部まで移動することもある。全長は約21から25センチメートル。体重は約44から55グラム。オスの成長は頭部、背中、側部及び、お葉が虹色がかった黒色である。目の後ろ側。 頭部の両側には白い縞模様があり、顎下は赤く、腹部は明るい黄色である。また羽は黒色だが白い大きな反転を持つ。メスの外観は、オスとは大きく異なっており、背中、胸、両側面が黒と白の縞模様で覆われ、胸は単光色、頭部は茶色に黒い縞模様がある。当初、メスは、オスとは別の種であると考えられ、アメリカの鳥類学者、 ジョン・カシンによって、ブラック・ブレステッド・ウッド・ペッカーと名付けられた。樹液穴に止まるお住まいとし新しい巣穴を掘り、時には同じ木を再利用する。新葉樹の樹液が主食であるが、巣作りの季節には昆虫を主要な食料源とし、繁殖期以外には果実も食べる。縄張りを守るために大きな音を立てることがある。生息地の喪失により一部の地域では、 個体数が減少している可能性がある。カナダブリティッシュコロンビア州中部の成熟したカラーマツの森林にも生息しているがその個体数は500羽未満であり、生息地は森林伐採により急速に消滅しつつある。2005年にはカナダで絶滅危惧種に指定された。英語名ウィリアムソン S サップサッカーは最初にオスの個体を捕獲した探検隊の隊長。 ロバート・ストックトン・ウィリアムソン・中佐に由来する。ウィリアムソン・中佐は、大陸鉄道の太平洋岸ルートを調査する、測量体験隊のリーダーであったが、1855年に、タイの自然科学者、ジョン・ニューベリーがズグロシルスイ・キツツキノースを捕獲し、後に、ウィリアムソンに、懸命して、ピクス・ウィリアム戦部として記載した。19世紀には、ズグロシルスイ・キツツキノースと、 メスは別種であると考えられていた。メスは1852年にピクスサイロイデウスとして最初に記載され、オスは1857年ニューベイリーによってピクスウィリアムセンブと記載された。1858年、スペンサー・フラトンベアードは両種のためにスフィラピカスという名を属として記載した。1873年、米朝類学者、 ヘンリー編集はこれらが同種であることを明らかにした。この内容はロバートリッチウェイの The Birds of North and Middle America Part 6にもまとめられている。ありがとうございます。